ライオンズ先発は岸。1回の表ワンアウト満塁、バッターはラロッカ。センターへ犠牲フライ、オリックス先制です。オリックス先発は金子。2回裏ワンアウト1塁、ジージ佐藤ライトへの当たり、中村ホームインで1対1同点。4回の表ツーアウト満塁、バッター大引き、三振に倒れます。5回の裏ワンアウト二塁三塁、銀次郎スクイズ外されます。キャッチャー鈴木悪送球、エラーで2対1、銀次郎ライトタイムリーツーベース、3対1、栗山ライトへのタイムリー、この回3点追加、4対1。ライオンズ大沼一気三振、尾瀬ショートゴロきっちり抑えます。ライオンズ4番手小野寺一気三振、尾瀬センターフライ、代打北川サードゴロ、三者凡退で4対1、ライオンズが勝ちました。